日本兵庫県神戸市長田区一農産町。一農産町は神戸市長田区の町名。住居表示実施済み。定番を持たない単独町名である。平成17年国勢調査における世帯数は490、人口115で内男性517人、女性498人。郵便番号は657-0012。東は石屋川を挟んで、 桜川岡町、南は寺口町、西は兵庫県道95号ど、三田線を挟んで六甲台町、北は鶴下部と北東は瀬山の高葉と隣接する。従前寺山道の案内非従前寺、大和従前寺本堂昭和31年2月、高葉座、上川から成立した。一応三従前寺があることからこの町名がついた。 南隣の寺口町はその入り口を意味する。従前寺はもともと赤松町の神戸大学経済学部のところにあったが、現行3年に赤松のり村が針馬から攻め上り、麻屋山城によって北条軍と戦った際に戦略拠点として利用され、二度焼けており、法歴年間に現在の形に整ったという、元の寺の南に二つの尾根があり、それぞれ一の、 二能と呼ばれ、一能は中世文書に一能山とある。一王さんはそれをもじったもので、王は十前神は九前と言われるところから十前時としたという。しかし柴明によれば、六甲ケーブル線路の東尾根を一能、線路敷の谷を一の谷と呼び、六甲ケーブル下駅の東から油拳道を登ると、清水山南側にやや平面の大地があり、 展望用の椅子が置かれている西側一帯に従前寺があった、と同時で聞いたといい、赤松町から随分離れており、草剣の地がどちらになるのかは、はっきりしなくなる。旧字名の神かは、神の丘のことと言われる。しかし、六甲村志向には、カニかとあり、カニかとすれば、金、クネと同様曲がりくねったところを言う。ありがとうございます。